これすっごい振りやすいですよ。わ、走った。これ今プラチナム打ってるんですけど、これすっごい振りやすいですよ。どのスピードで打っても当てられる。よし、ちょっとスピード上げて、スピード変えて打ってても全然インパクトずれないですね。ちょっと早い切り返しからバンって当てに行った時でも全然振り遅れ感がなくて、自分が当てたいところで当てられますよ、このシャフト。はい、わ、これしなりますね。もうワックルしてる時からシャフトのしなり感じる。わ、切り返しでたまるなこれ。うわー、来た。このオニキスはね、もうこうテイクバックをして切り返した時にギューってしなって、もうパワーがいっぱい溜まったのが一気にこうインパクトに来る感じですね。この感覚ないな、ちょっと今のシャフトに。わ、溜めれば溜まるほどこれ力出てきますね、このシャフト。まず、まあ、このプラチナムの方なんですけど、一つは軽さっていう、軽さとあとは硬さですねっていうのがあるシャフトなんですけれども、まずパッて打った時にもうとにかく振りやすかったです、うん、で今のこの大型ヘッドっていうのは、実はプレイヤーにとってはすごくこう、テイクバックを上げて切り返してきてからヘッドの抵抗っていうのをすごく感じてスピード感っていうのが出にくいんですけれども、このプラチナムが入ったものは逆にそれが一切なくて、すごく加速しながら当たってくる感じでとても振りやすかったですね。だからほんのちょっと長くしてあげることで、もう本当プラス10、20の距離っていうのは可能になってくるシャフト、そういう、こう可能性をすごく感じるシャフトだと思います。オニキスの方はですね、逆にまあこちら、重量がしっかりあるシャフトなんですけど、まずワックルしている時からすごくシャフトのしなりを感じます。で実際に打ってみると、切り返しの時ですね、すごくシャフトがしなることによってヘッドの重さとクラブ全体の重さを感じやすいので、すごくタイミングを取りやすいっていうことと、あとは当然タイミングが取りやすいのでインパクトですごくいいインパクトも買いやすくなります。プラチナムの方に関しては、まずはスイングテンポの速い方、ヘッドスピードに関係なく切り返しでどちらかというとポンポンって打っていく方ですね。で逆にこちらのオニキスの方に関してはスイングテンポがゆっくりな人ですね、特に切り返しで間をいっぱい作ってちょっと上からリストを使ってバンって打っていく人に対してはすごく有効なシャフトだと思います。どんなヘッドに対してもまず対応はできますっていうのは先に言っておきます、うん、あのヘッドは選ばずに使えます。ただプラスアルファもっと今までにできなかった可能性を感じるっていう部分でいうと、こちらのプラチナムの方は比較的重いヘッドで重心が後ろにあるヘッドですね、そういうヘッドに対してこういう軽いシャフトを入れてあげても十分に対応できます。ですからそういうヘッドを、まず試してあげるとすごい可能性を感じます。で次にこちらのオニキスの方に関しては、逆にあの重心距離の短いものであったり重心の位置の浅いものですね、そういうものっていうのは逆にシャフトのしなり感を感じないとボールを上げにくくなってしまうんですけど、そういうヘッドに対してもしっかり、ボールの打ち出しも確保してあげながら自分でコントロールしやすくなるので、そういう意味でいうとそういうもともとスピン量の少ないヘッドに対しての対応力っていうのはこちらはあると思いますね。で逆にこういうシャフトって今仲いいんですよ、この2つとも。だからそこそういう意味では特徴があって、うん、やりやすいですね。